おはようございます。本日も今から平凡な一日をやっていきたいなと思います。これは今ですね、風呂上がりで今パーマがかかってるので、もうこういう感じになってるので、もう今寝起きには見えたかもしれないんですが、もう今この状態が、風呂上がりという感じで空気がわっさか入ってる感じなんですけども、ここからですね、寝て朝起きたら逆にしぼむのか逆に化けるのかはちょっと自分でもどうなのかわからないんですけど、まあ、ひとまず今こういう感じです。でですね、肝心のですねプロ野球なんですけども、とうとう藤原君がホームランを打ったようで、結構前の話なんですけど、視聴者の方から教えてもらって、速攻で YouTube で、藤原ホームランって調べて、で見たらものすごい綺麗なホームランやって、でなんか嬉しいなと思って、で、ついでにネオ君調べたりとかして、やってるんですけど。次の楽しみとしては7月上旬の2軍のオールスター、これが僕の大体1ヶ月後ぐらいの楽しみかなと思うので、それまではコツ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 と日々頑張っていきたいなと、このようにですね、人前に出て寝癖を晒しながらコツコツ頑張って7月頭の2軍のオールスターを迎えたいなというふうに思いますので、それまでは頑張りたいなと思います。ではですね、今ただいまが9時35分なので、もうそろそろ眠たいので寝たいなと思います。はい、ではおやすみなさい。おはようございます。こんな感じだったらですね、あんまりセットしてない時とあんま変わらないんですけど、こんな感じでおそらくパーマスタイルなんで、日に日によって仕上がりは違うと思うんですけど、ひとまず一旦今日はこんな感じで仕上がっております。はい、ではですね、今から準備していきたいなと思います。準備します。今日はですね、少し肌寒くて雨らしいので、アルパインライトパンツと迷彩 T シャツで、寒かったらスワローお弁当を羽織るという形になってます。それではですね、ご飯も食べて、今からはいつも通り、動画編集をしたいなと思うんですけど、まず撮影したいんですけど、今日が、サングラスの紹介の動画を撮るので、サングラスの紹介の動画を撮るときは、ちょっとこういうスポーティーな T シャツはあんまちょっとイメージ合いづらいんで、こういう時はちょっと一回私服に着替えて、でこれだけ撮って、またこれに着替え直して、オフィスに向かうっていう感じになるので、はい、着替えて撮っていきたいなと思います。あんまりちょっと紹介するものと今着てる服のイメージが合わなさすぎると、こうなんか見てる方もなんかどういうことやってなっちゃうと思うので、とりあえず着替えていきたいなと思います。はい、着替えてきました。ではですね、ちょっと最近購入した外部マイクも用意して、これあるだけでも全然音違うんで、こんなんを最近用意しだして、いよいよチューバーになりつつあるなと思うんですけど、なんか必要やからもう買うしかないなみたいな感じで、買ってはいてるんですけど、こういう感じで皆さん機材が揃っていくんであろうという感じで現在を思っております。はい、本日は、僕が持ってるサングラスの紹介をしたいなというふうに思います。はい、それでは撮影終わって、今からオフィスに向かいたいなと思います。それ不思議なのが、これ見てくれてる人らはもうオフィスって言っただけで、あ、ファミリーマートっていう風にこう認識されてるようになりだしたのが、ちょっともうなんか恐ろしいなと思って、不思議な感じですが、向かいたいなと思います。しっかりですね、嫁からもらった AirPods は毎日使っててですね、 AirPods 結構充電の持ちが良くなったらしいんですけど、それでも毎日なくなるぐらい使ってて、本当になんかありがたいなと思って、僕毎日 Mac と iPhone 使いっぱなしなんで、この AirPods のプレゼントありがたいです。本当に嫁像ありがとうございます。これは嫁像をそういう風に育ててくれた、これを見てくれてるお父さんお母さんのおかげでもあります。ありがとうございます。はい、という感じで、話ちょっと変わるんですけど、僕今週末に東京に行くので、もうちょっと編集する時間があんまりなくて、ちょっと今日明日ぐらいで根詰めてやらんと今週分出されへんっていう感じなんですけど、それよりも今週の東京が楽しみなんで、最悪出されへんかったら3日ぐらい休むと思うんですけど、そんな感じで、東京も普通に行くだけじゃ面白くないんで、ちょっとふらふらノースウェース回ろうかなとか、ふらふらサーフィンでもしようかなと思いながら行こうと思ってますので、またそれも動画にするので楽しみにしておいてください。ってはオフィスが近づいてきたので出社してまいりたいなと思います。でここからはですね、動画編集の様子をちょっとこんな感じで作ってんねんなっていう感じで見てもらえればなと思います。では、サングラスの紹介動画ができるまでの過程です。どうぞ。はい、それでは無事帰ってきました。実はですね、僕のこのマンションの1個上の階に高校の時の2個上の先輩、女子なんですけど、僕1年間だけなんちゃってバスケ部やってたんですけど、そのなんちゃってバスケ部の時のマネージャーが上に住んでて、で今たまたまエレベーターで一緒になって最近の状況の話をしました。何してんの？ YouTuber やってます。結婚するんですか？って。いや、もう今月から同棲すんねんみたいな大人の会話をオフィスからここに来るまでの5分間ぐらいで濃い話をして帰ってきました。はい、それでですね、本日はちょっと今時間が遅くてもう1時前なので今回タクシーキッチンできずにですね、3時にちょっと用事があるので、それまでにご飯食べながらのでタクシーキッチンじゃ結構何していいか分からなくてちょっと時間かかりそうなんで、とりあえずおかか弁で食べたいなと思います。はい、それではあれから10分でご飯食べました。今からですね、その3時に天王寺で約束があるので、だいたい2時ぐらいまで1時間ぐらいちょっとだけ練習して、天王寺向かおうかなと思います。はい、今日はもしかして雨が降るみたいなんで自転車で行けないかもしれないので、電車で行った方がいいかなと思うので、電車で行くと思います。ではまず編集していきましょう。いや、そしたら行きましょうか。だいぶ頑張って今2時半なので、全然時間的には余裕かなと思うんですけど、今から会う友達が、元先生なんですけど、元やからモザイクもかけずに出すんですけど、本人にも今許可得てないんですが、もう出します。なのででもすごいいい人で誰からも嫌われへんっていう特殊な能力を持っててですね、ちょっと待ってください。結構みんな空いてるし嫌われへんしで、なんやったら女子からは結構モテるしみたいな感じの男の人なんですけど、爽やかな感じではなくて結構むさ苦しい感じっていうかちょっと濃い感じかもしれないんですけど、ぜひ見てもらいたいなと思っていきたいなと思います。さっきの編集してた動画は日本代表の山本聖途選手の動画でしたが、無事終わりましたのでホッとしております。明日出そうかなと思います。では行きます。映ってるはい、ということでですね、隣にいてるのが先ほど言ってた、誰からも好かれる、名前言っていいかな？言っていい？言わんほうがよかったら中西君なんですけど、見てもらった通りだいぶ顔の濃い人なんですけど俺らって中学3年生の先生やって、同じ学年で辞めてから何してたんや？ワーキングホリデー、ニュージーランド1年間行きましたでもいきなり辞めますって言ってね、はい、どうしようもなく辞めるって言って、ニュージーランド1年行って日本のいいものを探しに行って向こうでお茶に気づいて帰ってきましたで帰ってきたらお茶の仙人になってる僕中学3年の3年4組で3年1組やって、なんか冬休みぐらいに僕来年辞めるんですみたいな話になって、どうするんって言ったら、なんかニュージーランドになんか1年間行きますって言って、ほんでほんまに1年間ニュージーランド行ってでお茶を目覚めて帰っていたという男です以上、中西君でした。現在が4時45分で、あと2時間ぐらいしたら嫁蔵帰ってきて一緒にジム行くので、それまではあと2時間ぐらいちょっと今日は頑張ろうかなと思ってます。というのも朝も言ったんですけど、東京今週行くのであんま編集する時間ないので、今の間に頑張れる分は頑張って、あとはハメ外してちょっと遊んじゃおうかなと思ってるので、今日は頑張るかなと思います。なので今から2時間ぐらい頑張りたいなと思います。編集頑張ります。はい、それではですね、現在8時なんですけど、嫁蔵が帰ってきて今日はなんかものすごい疲れたらしいんですけど、まあ、疲れた中でも一生懸命料理を作ってくれる優しい奥さんだなとつくづく思います。だから今日はですね、そんなに凝った料理ではないらしいんですけど、それでも僕からして十分な料理でございますではそれはこちらです。本日はそぼろ丼です。それでですね、ご飯食べてただいまが8時半なんですけども、今日はですね、ほんまはジムに行くつもりやったんですけども、こうやってジムに行かないのもありのままの一日かなと思いますので、そうやな、明日行こうか。明日は平凡な一日取らないですが、おそらく行ってると思います。ではですね、もうこの辺であとはお風呂入って寝たいなと思いますので、見てもらって。